改正中学校、高等学校は、三重県四日市市を追い分け一丁目にある私立、中学校、高等学校。中高一貫教育の6年生と、高等学校単独の3年生がある。カトリック系のエスコラピオス修道会によって、設置された三重県で唯一の男子校であるが、2021年度入学生から男女教学化される予定。公式野球部、 サッカー部、剣道部、柔道部、フェンシング部、陸上部、合気道部などがある。公式野球部の甲子園での成績は春、選抜通算2回出場2勝2敗夏、選手権通算11回出場7勝11敗全国高等学校野球大会では、読み、漢字表記も、同じ長崎の改正高等学校と、甲子園実施の全国大会ならではの、 全く同じ高校名同士での対戦を二度行ったことがある。一度目は1972年夏の対戦で長崎県側の勝利、二度目は1989年夏の対戦で三重県側の勝利だった。1989年ではスコアボードには文字数の関係で30の改正は3改正、長崎の改正は長改正と表記され、また、 NHK 高校野球中継のテロップでは、同様に30の改正は、改正、三重、海さんと、長崎の改正は、改正、長崎、会長と表示された。甲子園での同盟校対決は、この2例のみである。また、2006年度インターハイ県予選では、準優勝。新人戦では優勝している。吹奏楽部、インターアクト部、英会話部、写真部、 物理部、陶芸部、天文部など、かつて公式野球部は夏の全国高等学校野球選手権大会に過去11回出場し、甲子園大会においても春1回、夏2回ベスト8入りと三重県内でも有数の強豪校だった。しかし近年の甲子園出場へは1999年春の選抜高等学校野球大会を最後に20年、 近くも遠ざかってしまった。その要因として、三重高校の復活や、宇治山田小、小物高校、稲部総合学園らの台頭、また、三重県政から初出場校の増加などが挙げられる。サッカー部は2年連続の県大会での優勝や、プリンスリーグ2部での活躍を収めている。テニス部やフェンシング部、陸上部、アーチェリー部も全国大会へ出場している。文化部については、 吹奏楽部、インターアクト部、図書部、美術部、写真部、映画研究部などが活躍している。4月から10月初旬までを、前期10月中旬から翌年3月までを後期とする2学期制を採用しているため、秋休みがあり、定期講座の回数は3学期制の学校より1回少ない。45分授業7年、卒業生の8割程度が、 大学に進学し、残りは短期大学、専門学校、就職などである。校内には、三重県では珍しく、学生食堂が設置されている。また、西洋ゼフからサンス館の1階には集会室、吹奏楽部部室、トレーニング室、2階にはアリーナがある。エレベーターも設置されており、バリアフリーにも努めている。全教室冷暖房完備。ありがとうございます。